手具はか。よくわかったな、主。驚くことではない。
わらわもまたアルアジフの一部。母の霊力を源に人格を形成したまでのこと。母？ああ、もしかしてアルのことか。さよう。母が主に選んだ男。興味が湧いたので声をかけてみた。だが、我々のような断片相手にここまで不覚を取るようでは、アルアジフのマスターは務まらないのではないか。チッ、ほっとけ。わらわに助けられなければ危ういところだったぞ。姉妹はイタカの神器をもとに編まれた存在である以上、行動も神の属性に引きずられる。もう少しでウェンディゴに耐えられていたぞ。き未熟だ。そんなことでは困る。なれは神の写しみたるわらわをしかと支配しなければならぬ。白き王よ。何者の仕業かは知らぬが、この場所、現実と外れた場所に存在する異想空間。この領域ならばほんのわずかといえども検閲が弱まる。検閲？何の話だ。あとは自らの意志でつかみ取るがよい。うん、混沌への数少ない対抗手。
白き王よ、運命に抗い、誰はわらわを必要とする。しかと瞳に焼き付け、混沌の闇を払う暴虐の光を。フングルイ、ムグルーナフ、クトグア、ポマルハウト、ガーグア、ナフルタグン。なっかっぺ。検閲か。早いな。そろそろここにも白血球プログラムが押し寄せてくる。検閲？破られたか。見事だ、白き王。そう、なれはそうでなければならない。願わくば白き王、実世界でもなれ我が主でありますよ。これは
来たる日の制約。クロウ、クロウ。している。なんで？心配ない、大丈夫だ。それで、ここはどこだ？あの変な廊下は。何の話をしておる？どうしてこんなところに。聞きたいのはこっちだ。ナレを探してみれば、突然ここに気配を感じたのだからな。それに、豊かに連れ去られた時何があった？駆けつけてみれば、豊かに関する記述とついでに見えたはずの靴側に関する記述の両方を手に持ったまま気絶しているナレがいる。さすがのわらわにも何のことやら。記憶にないんだ。さらわれてからがひどく曖昧で、クテグアとイタカに会った気がする。まあ良い。結果的には全てがうまくいった。豊かな力を取り戻し、フクグアも再び我が元に帰った。だが、また波動の作った魔導兵器を頼るのはよした方がいいな。今回と同じ結果になりかねえ。ああ。そろそろ波動の連中が迎えに来る。どうだ、立てるか？なんとか。どうした、やはり辛いか？そうじゃなくて、今手に痛みが。なんだこりゃ。
それは…どうしてかは知らんが、どうやら痛く気に入られたようではないか。これなら次に召喚したときは素直に従ってくれるやもな。どうやってあの化け物を手なずけたのか、わらわとしても興味があるな。なれ、どうやってわらわの分身をたぶらかした？たぶらかしたって、お前。ネクロノミコンの断片に介入するのは骨が折れたけど、思いのほかうまくいったね。なかなかの腕になったじゃない。これからだね。もっともっと頑張って強くなれば。苦労は